北の西路ご覧の皆さん、どうもこんにちは、北野亮です。よろしくお願いします。今回はバードンパッセージさんという、カフェとレンタルスペースのお店があるんですけども、そこで、ルアナハンドマルシェっていうイベントがやってるので、今回そちらに向かいたいなと思います。では出発。もう予定なかったんやけど、たまたまインスタグラムで見て来た。やった。ラッキー。ちなみにここは天下さんのブースになっております。イエーイ。今日はね、シフォンケーキやらスプーンの雑貨やら海南市のマスコットキャラクターカイニャンの、靴も販売しております。あと果物も販売しております。果物もありまーす。ハーバリウムのワークショップなんかやってるみたいですね。こちらの方に、今回出店、出店されている店舗さんの、情報が知られると思います。あ、どうも。じゃあ、これ大丈夫ですか？ビデオ撮れます？大丈夫ですか？撮ってます。撮りパンチしちゃった。カフェパンサさんのね、タコライスサーターアンダーキエはやっております。インスタグラムもやってるので、よかったらぜひチェックしてみてください。こちらはサンドアートの作品になっております。ワークショップもやってるみたいですね。サンドアートっていうのはこの和歌山にはなくて、まあ、唯一この人がやってるということでね、ここにインスタグラムのあれがあるので、よかったらチェックしてみてください。すごい夏の香りがしますね。こちらはワークショップのコーナーになっております。アロマ石鹸にアロマバスボムに、機能みたいですね。まあ、ちょうど子供がワークショップをやっているところでございます。こちらはドライブフラワーの、コーナー でハーバリウムの、販売と、ワークショップをやっております。こちらは、ワンちゃん猫ちゃんに安全安心なおやつということで、本当に見た目は普通の人間が食べそうなね感じのおやつですけども、それが猫ワンちゃん猫ちゃんに曲げられるということはすごいですね。ちなみに冷凍で1ヶ月持つそうです。こちらが店内の様子になっております。実にいろんな、雑貨が並んでおります。ハンドメイドの、アクセサリーとか結構めちゃくちゃ並んでますね。こっちにもあるし、すごいな。じゃあドライフラワーをなんかフレームに入れてるやつですね。じゃあデコレーション的な感じの可愛いやつとかもありますね。カフェはまあ上の方でね、テーブルがあって、そこでカフェを楽しむみたいな感じになっております。でこちらになんかイベントのね、レンタルスペースということでね、レンタルスケジュールなんかが載ってます。せっかくなんで梅ジュースお願いします。はい、お待たせしました。はい、ということでちょっと梅ジュースの方いただきます。酸味と甘みがちょうど絶妙でいい感じです。多分梅ジュースって和歌山の特産品になるのかな。どうだろう、県外とかではあまり聞かないような気がするんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。こちらが、ね、イベントの主催者の方たちです。素敵な女性です。ありがとうございます。ということで今回は、バードロパッセさんで行われていた、ルアナムルシェについてお届けさせていただきました。
今回は結構ね、店内のね、雑貨なんかもいろいろあったりでね、すごい、いろいろ目移りするような感じのイベントだったかなと思います。また面白そうなイベントがあったら、お届けしていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上、北のスタイルがお届けしました。ありがとうございました。